倉本和弘氏の平安庁教育継承の闇の第2章、洋勢天皇の行政説話。これを見ていきたいと思います。トップ画像は、ウィキペディアから、えー、拝借した洋勢天皇の百人誌のカルタですね。えカルタの本ですね。これ洋勢院です。この本ですね。平安庁教育継承の闇ということで、今回はこの第2章、洋勢天皇の、えー、行政説話ということです。まあ、宮中殺人事件に廃りされたとされている洋勢、えー、天皇について、ほんまかいなと。 我々よく見る平安時代前半の天皇家経図です今回はここですね前回ここの、ここからこう行って、こう行く、最終的に本来の着流であった平成が弾き出されて、の佐賀から人名へと続いていく過程を見ましたけども、人名から門徳、清は、陽成と言って、ここからこちらへの口頭チェンジですね。それを見ていきます。で このノーマルバージョンで見ると、高等はここでチェンジしてるんだなということがよくわかる、そういうケースになっております。後世の通過、まあ中世の室町時代あたりの人間は、どのように見えてるかといたら、こう見えてるんですね。洋税で切れちゃう、火山で切れちゃう、平税で切れちゃう、というのは、こいつらに何らかの問題があり、えー、現在の天皇につながっているんだと。いわゆる小等の天皇。 ととそそれがそうでないとでこれまさに倉本さんが言ってあることですね。中世のこう歴史を使っている、例えば北畠千川さんとか、それから小刀をうするとする人々は、これが現実なんだと。言うんだけども、まあ、現在の我々は、これは史実なのかと。こういうふうに、小刀という形で歴史は見られてるけども、ここで切れてる、ここで切れてる、こあのこ,こで切れてる。これというのは、あのどうなんだと。 んですね、基本的には、要するに、順那とか、朱雀とか、五一様結果、結果論ですけども、中継ぎになったんですけども、こちらは、一旦高統を形成した後で、こちらも高太子を作って、清掃に敗れて、高統チェンジが行われているという共通点が、この4人の天皇にはあるということですね。養生 <laughs> 天皇です。文徳、清和、養生続いた、この文徳高統 これがなぜ切れちゃったのかというか、それを切っちゃった妖精天皇はどういうあれなのかということで、妖、ま、精、あ、天皇、一般には悪君の、えー、極みとか物狂いの帝という形で暴虐、あるいは狂気にいるの伝説に彩られていると。で、まあ、天皇の位を廃された。在位3年で私が、えー、天皇を下ろされたですね。14、17歳で天皇から下ろされてますが、これについては大理での殺人事件が背景にあったと。 そこから、妖精天皇は狂ってたと。っていうふうに、まあ、処理される。あるいは、殺人事件。さすがにこれ、天皇としてはまずい師匠っしょ。ということなんですが、妖精はじゃあ、どのような事件を起こしたのか。死体の真相は何だったのか。なぜ、数々の狂気者が生まれたのか。ということについて、まあ、見ていく。というふうに、倉本氏は言ってあります。で、妖精天皇の人物像ですね。 868年、聖和天皇の第一王子で生まれております。イミナースダ・キラ。母は元の、ね、妹の高、えー、皇子。高井子。高井恵子、まあ、いろんな言い方あります。皇子。生後3ヶ月足らずで立体死し、876年、戦争してます。ってことは、あの、天皇の時まだ10歳足らずで、この辺はもう聖和も8歳で即してますが、陽帝ということですね。で陽帝の元爪は摂政。 で、880年に元服して意味ながら定まっていると。ところが、元、え、服、ー、からわずか、えー、2年の880年で退位。は結果、8年か、8年か。財8年と。時に17歳。ということで、非常にあっちゅう間になってしまったと。で、しかもその次が55歳の時安親王が即位するという異例のことになっていると。世代で言うても3世代上ですね。 だから祖父の世代。あの、生で言っても、養生は33世の大五と同じになりますけど、31世ということで、世代的に見ても2代離れている。そういう祖父の世代の高校天皇に後為を移ったと。当時55歳。非常に高齢で、えー、高校に即位していると。ちなみに、彼はもうすぐ長生きしたんで、早くに退位した結果、大乗天皇には65年間居続けるという、これ記録ですね。 1949年に亡くなってますが、えー、年齢82歳。もう時代は、えー、村上天皇の時代に、えー、移っていると。まあ、こうやって生で見ると、妖精の息子世代に当たるんで、あそんなにあれだと、やっぱり非常に実は、あの、離れていると。この辺の宇田とか、えー、大悟とか少しずつこう、ずるずると、えー、宇田がもうすでに妖精の年上ですから、その宇田の,あの孫世代に当たるということですね。村上天皇。 の世代になっていましたと。ちなみに、天皇在位経験者の長生き記,記録を見ますと、1位が現上皇ですね。89歳。2位が昭和天皇の87歳8ヶ月。2年前に昭和天皇と並んだという記事がありました。3位がごみずの天皇の84歳2ヶ月。で、4位につけてます。洋税天皇の80歳9ヶ月。 まあ、妖精天皇80歳9ヶ月という当時の非常な長命を保った人物であります。妖精天皇をめぐる系図ですね。ここに妖精、えー、天皇がいます。その外籍関係なんですね。これは要するに。外籍関係、この人間関係を、まあ、あの、あらすために、この系図を、えー、これはあの、クラモさんの系図を私もそのまま一生懸命チコ,チコ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 とキーノートに落としました。 妖精っての対応めぐってと。これは妖精から元常宛ての書状に、もう病気で耐えられないとありますが、そこから病能説が出てきますけども、実は資料的に病気であるという資料がない。しかも、対後65年生存し続けたということで、病気で退えしました。 まあ、嘘ではないかもしれません。ちょっと、あの、えー、調子が悪いんで、もうますというか、そういうことだけども。まあ、しかし、こいつめっちゃ健康だよね。えー、しかも、あの、記録的にも病気の資料もないし、いなんせ大したと65年生き続けてんから、体健康やったんちゃうのとなると、いろんなことで出,出てくるわけです。例えば、暴君説やったとかね。だから引きずらせた。いや、9十の殺人鬼も起こしちゃったと。これも引きずらせなしはないっしょ、と。あるいは、 有原成平の落因があって、有原氏がグイグイと力を伸ばしてきたんで、という説もあるんですが、まあ、それはちょっと成り立ちにくい。伊勢物語の話やるまいし、伊勢物語で、ね、有原成平と孔子が書き落ちするって話があるけども、有原成平の落因説はまあ成り立ちにくいけども、こういう宮中殺人事件、まあ、これなんか私でも結構これ、あのー、そのまま信じてたし、これどうなんでしょうということで、まあ、見ていきましょうと。 私はちょっと考えがあるんですけどね。で、和田栄翔氏が、和田秀松氏ってものかな。え、元常の権力昭和家庭に養全体を位置づけると。要するに養生が対応したのは、元常の権力昭和家庭の一環であると。養生をめぐるパワーバランスが、えー、崩れたと。さらに、須田文枝、高知昭介氏、滝浪貞子氏、え、は、特にこの皇太后、 公私との関係があると。角田文英氏は、日本三大実録、大体この洋税に関する記録は、日本三大実録です。ただ、これによると、養税の配慮から表面的に病弱説を取りながら、元常の虚子の一つ、正当化のために、防空説をこうかけ記したんであると。その背景には、公私が、吉房が清和天皇に恩のあてがあった結果、 清和天皇は、あの、女色に溺れてしまったと。だから、高氏はそれを要成にやらせまいとしたと。で、そういうことに関する元爪の憤満があり、皇太后高、孔子氏に対して、いろいろ、元ね。さらには、高氏の姉妹で、高氏は元爪の姉妹にあたる、藤原の、うんえー、宿子の決定的な役割。この人ですね。この宿子が、当時、宮廷の、 偉いさんだった、女官たちを束ねると偉いさんだったこの祝詞が、実はこの源世波、うちの宇田天皇を優先、まあ、していたということで、彼女が裏でかなり暗躍したというふうに見てらあります。元常祝詞陣営 VS 公主の権力闘争。元常の主目標は 皇太后、皇氏を権力から遠ざけることがメインであって、まあ、要つうのは、その結果、皇氏とワンセットで排除される。皇氏自身、密通事件を取り上げられて、えー、皇太后を結局廃止されて、で、あの、彼女の死後、続く天皇によって、太后のが複合をなされてますが、まあ、生前には結局彼女の名誉回復がなされなかったと。いうことで、皇氏は、宮廷から完全に追放されるということになってますね、これ実は。 次に、高知章助施設ですけども、高知施設では、まあ、高等が冒険に移行した経由の例であると。まあ、意外と、意外と多いと思いますけどね。でも高低が冒険に移行するって意外と多いと思いますけども、冒険に移行した経由の例であると。で、殺人という前代未聞の破天荒な事件を犯した養存祭は許されない。そこで、中継ぎとしての高校天皇。 なんか次やったんだけども、まあそれがいろいろな事情で、えー、高校天皇の王子、高村の宇田、醍醐に好意継承したわけで、それを正当化するために殺人事件を暗黙のうちに終始させる。要するに日本三大実力が書か,かれた段階では、まだ、養精は存命中であって、この日本三大実力というのは宇田が編さ始めたんですから、当然、宇田や大醐よりも長生きしたわけで、あの、妖精は。 だから、まあ、この日本の大実力が返産過程においては、要税は、まだ、大乗天皇、上皇として生存しただけであって、まあ、そこに配慮しなきゃならんのだが、あの、病気という形にしておいて、でも、え、実はあいつ悪い奴なんだよ、ということで、殺人事件を暗黙のうちに人々に周知させていく必要があったと。いうことですね。で、滝波説、滝波貞子説、元巣の警戒点は、え、これも講師であった。 で、聖和上皇は死んだと元常と皇子の関係は急速に悪化していく。で、そこで元常は、養精と皇子の排除。それとともに天皇家との身内関係の放棄。これは皇子よりも高齢の天皇をよりしつがあったと。皇子は当時四十何歳。元年の常世田新王これが本当だったかどうかは、これを信じるならば、と。 はりますウィキペディアを見ると、もうあったかなって、常世田親王殿っつうのがあって、これでは、まあ、はっきり、えー、常世田親王のところに皇太子の話があって、それを常世田に断ったと。で、常世田親王に断られて、時安親王にいたと。54歳、55歳とそれぞれ。皇子より高齢である必要があったと。天皇家の家長になってもらわなきゃならんと。若かったら、皇子が結局国母、国母として、 力をを持つんですそれを排除しななならないとで元には最終的に菅時親王の擁立構想があったんだけども高校天皇が財産で出なくなるという計算外通貨55歳で即位して当時の寿命がさすがに平安貴族の平均寿命は31歳は嘘であるにしても55歳であの即位したらそんなに そんなにまあ長い財は見込めないよねというのがまあ普通なんで、この辺はどうなんでしょうね。高校天皇が財産で死去したことで、まあさすがに短すぎる10年ぐらい生きてくれよというところかもしれませんけども、まだ高校天皇の財が3年の段階でただ時親王に食らい移る形にすると、まだ養成状況や皇子の復権の可能性があるので、 完全に切ってしまうと源すだめに、えー一、一気に行ったというふうに考えてあります。一応こういうふうな絵があって、これで見るならば、要するに外戚関係。要するに元常常。と要税通のは、この養税天皇から見ると。清和天皇と元常の関係がいわゆる外宮であって、養税天皇から見て、まあ元常常は外泊府なんですね。 一応外籍であるわけです。周到ですね。清和天皇から見たら、えー、元常津のは、まあ、あの義理の親父であって、養、え、生、ー、天皇から見たら、自分の母、高い子の兄にあたる外白夫であると。で、これは、例えば、吉札と清和天皇のは完全に外孫。それに比べると、この身内関係は弱いと。だから、この外孫にあたる、この佐渡、佐渡敵親王を、 外孫外村の関係にしたかったんだけども、まあ、まだ、えー、年若い段階で、兄の妖精天皇、あるいはその母の高い皇子が生き残っていたら、やばいよね、ということで、外籍関係をすっぱり切って、全く外籍関係は遠いんだけども、えー、こちらの方を取っていくと。新たな行動を作っていくという、そういう風な計算ですね。基本的に、 この今挙げた研究、先行研究は基本的にこの元常と皇子の政治闘争軸として、養精がどうこうじゃなくて、これは元常と皇子の政治闘争であると。その結果、養精がセットで引きずらされたと。えー、いうことですね。元常は先ほど,先ほど見たように、あの、妖精の外宮であって、身内関係は、例えば吉封と清和に比べると身内関係が弱いと。 要するにこはです、ね、どう見てもこれ、世話ですねで。身内関係の弱さ。限定された、えー、政治力。身内関係の弱さによって、まあ、政治力も限界されてで、それに対して、公子は国母ですから、友恒に比べてより強い力をかる。要するに、元常と公子は兄弟関係ですから、例えばこれ、親子関係やったら、名氏と、それから義房の関係というのは親子ですから、義房の影響力は名氏に強く及び、 それが国母を通じて、えー、聖話にも及ぶという、こういう関係になってるんですが、元綱の,の場合、ここが、あの、兄弟関係であって、その子供ですから、やはり外祖父と外白父では影響力が違うと。要するに国母に及ぼす影響力が、まあ、兄弟と親子ではだいぶ違うということですね。外孫佐渡氏の擁立しようとしても、要税、それから孔子が、 いる限限りは限定されるとさらに吉房はどうも後継者を吉美の方を考えててあの元津の弟の元常自身実は一番も万全ではないとだから元常にとっては結構あっちゃこっちゃに問題があるその全てを突破するためには天皇家の身内環境をリセットするここでいう天皇家というのはですね 石原ヒーローさん的に言うと、聖は妖精という天皇の親子で形成するこの天皇家との関係をリセット。まあ、ここで言うならば、あれですね。国母とそれが天皇のこのセットである天皇家との関係をスパッとリセットして、だからこれを天皇家から外して、新たな天皇家を作り上げる。新たな皇統を作り上げると。そういうふうな交差なんじゃないかと。 そういう関係なんですが、じゃあ、養生天皇殺人事件についてどう考えるべきなのかと。要するに、今の研究では、養生天皇というのは暴虐であるとか、えー、強靭であるとか、そういう話じゃなくて、問題は、要するに元常が、僕も皇嗣との対立の中で、新たな皇統にリセットしたと。元恒にとっては影響力を、天皇を完全にコントロールするには、グリップするには、今の天皇では無理だったと。皇嗣を排除しなきゃならないと。 いうふうに言うじゃあ、一般に言われている妖精の殺人事件はどういうもんなのかと。この殺人事件によって、やっぱり、この暴君、狂人説は、やっぱり残るわけですね。で、高知市も滝浪市も、殺人事件自体は史実であるというふうに考えていると。日本三大実録、元行七点、883年11月10日上に、この記事があります。源の、えー、これ、あの、彼は、あの、佐賀天皇の四世村で佐、佐賀源氏ですね。 彼の母親が、帝の乳母だったんですね。彼が天井で突然殴り殺された。殴り殺された。事態は秘密されて、その親は知らなかった。誰も知らなかった。こ、いつは、あの、帝の乳母の、昨日全死は運なんである。という、これだけの記事なんですね。これで、まあ、例えば、妖精が実は黒幕なんですよ、とか、そういうふうなことを言うんだけど、 実はこの書き方では別に天井で殴りこされて別に妖精が実は殺したとか実は妖精が黒幕だとかそういう書き方では全くなくてまあ何かあったんだろうなと。そこで有原成平の農家詞ご説を言った山口博士は対語の乱行の話から帝王家主人というふうに勝手に考えられたと。寸座氏は殺人事件じゃなくてまあ殴り殺した。 過失致死の可能性にとと。どまるんじゃないかと殺すんやったら、あの、切り殺すとか、あの、弓でい殺すとか、そういうふで殴り殺すやつは、なんか、喧嘩による過失致死の可能性も出てくる。さらに、倉本氏は、この殴り殺したのが、養生天皇かどうかというのは、分からんでしょうと。誰が行ったか定かでもないし。 実は、この殴り殺されたのバックに、陽性天皇って別に、これ、天上でなんか、あの、トラブルがあって、酒とかのあれで、トラブルがあって、誰かがガーン殴ったら、うち、当たりと悪くて死んじゃったという、そういう問題。で、天皇は全ての権力の厳選が殺人に対する必要はないというふうに言ってあります。例えば、あの、肝心二人が、 別の、えー、漢人を殺人したこの背景に、あて親の後の平成天皇をやるんという噂も流れて、関門はこの肝心2人を殴り殺させたというあれがあって、それは別に処罰さ,処罰されたんじゃないかというんですこれちょっと無理があると思うんですね。これ,これはちょっと、あの、要請をちょっとあのよく言おうとしてか、ちょっと無理がある。あの、ここまで言う必要があ,あったのかなというのは、ね、私の見解であって、天皇はすべての権力の原則があって、殺しちゃまずいでしょうと。 これ、いろんな理由でやるんですよね。それにまず一つは、あの、実際に天井で、誰かが殴り殺されたついうのは、妖精が仮にその問題に関わってない。おい俺、別に何も、あの、俺、別に殺せとか言うたこともないし、なんか、あの、えー、別に殺そうなんて思ってませんよと言ったとしても、責任者として問題があるんじゃないかなというのが私の考えですね。 では要請点のはこの天井の最高責任者だから、その天井でいきなりなんかあの、やっぱり殴り殺される過失致死であっても、例えば今の,の偉いさんのなんか家でいきなり誰かが過失致死で死んだやったら、やっぱりこれ、その家の主はその場にいたかいなかったに関係なくやっぱり責任とわれますよね。と思って思うんですね。だからこれは全ての権力の源泉だから殺人事件に対する必要なしというよりも、 二つのポイントがあって、一つは、まず、こういう風な、誰か殴り殺されるような、そういう乱れた環境の責任、誰にあるのという問題と、それから、定心からすりゃ、いきなり殴り殺されるような、こういう職場って、まずいよね、と。俺も殴り殺されるかもしれんやん、と。その責任者、なんとか引きずり下ろせへんかなって、それは私だったら、そう思うよな、と思うんですよね。 フジェランス戻すんだってあ、こいつまずいよね、と。<laughs> 彼、フェッショ政ですから、これまずいよね、と。これ、俺、あの、これをなん,んとかうまく戦闘、俺の責任になるよね、というのはあるんで、これについては、殺人事件、つかそういう、この人が殺されたことは事実なんだから、これは事実なんだから、これは実は、妙要税天皇って、あの、全く城ではなく、 オフホワイトかららグレーぐらいにはなななるんじゃないかな私はもんです、ね、いやあの、全く、えー、真っ白ですというのはちょっと言い過ぎだって、やはり養成天皇もこの問題に関しては大きな責任、政治責任をやっぱり天皇ってやっぱり天皇であるとつうだけでやっぱりダメなんですよね。私は最近考えてるのは天皇って天皇であるだけでやっぱりダメなんですよね。天皇は正統性とともに、今私ちょっと今考えてるのは、天皇にもレジティマシー、 レギティミテートが必要なんだと。東山さんの言う、この、こっちの正当性、レギティ,ミテ,レジティマシー。レギティミテートは必要なんだと。レギティミテートがないと、やっぱり天皇もいられない。ポイントは、そのレギティミテートが問われたときに、別の家から天皇を持ってくるんじゃなくて、皇族の中から、この新たなレギティミテートを。 担えるるる人人材を持ってくいうのが、まあ、いわゆる人能消灯ですよねこれはまあ多分一貫してるんじゃないかなと私は実は思ってるね。ここのところに関しては私はちょっとあの、倉本氏のこの意見に関しては、えー、それちょっと言い過ぎじゃねというふうに思ってます。この話も全然違いますよね。これ要するに幹部がしょ、これは処刑なんですよ、ね、幹部による。これは処刑じゃないですよね。要するに事故ですよね。 殺人やったらまだしも、も過失しちやったらもっと悪いわと。逆に言うたら、官務の話を持ち出したら、逆にこの要税の過失質死いうのは逆にまずくなりますね。要税が権力の厳正だから殺すのは OK だが、過失質は、これは要税の宮廷が乱れていることの、あれならない、要税天皇がコントロールできてないっうのは事実です。と私は思います。で、要税天皇の乱行。 これも日本三大実録の元業7年11月16日中にあって、まあ、宮中で人が死ん,、えー、死んだ、過失致死ですね。そのため、ミニナミサイを停廃したと。で、その頃、洋税天皇は馬を愛好して、近中に密かに飼っている。馬の上手な連中を見していたが、彼らの将棋は不法が多いと。で、ついに太上大臣、これ元常です。が、それを聞いて宮中の弱い、弱いな軍将を駆逐した。素晴らしい、と。 ー素晴らしいという感じなんですけども、その雑誌はこれに関して、少年らしい乱暴さに過ぎず、大人が真面目に取り上げるような種類もんではない。さらに、主語がそれを新消防に取り上げて、デマをルーフしたもんだというふうに言うとはるわけです。これもどうかなと私はちょっとクエスチョンマークはつけたいですね。まあ、少年らしい乱暴さに過ぎ,な過ぎないというのはそうだと思います。まあ、馬を愛好しているポイントは ひそかに飼っていたと。ひそかに飼っていた、まあ。馬を愛好するのは悪いことないですよね。ところが、ひそかに飼っていた。さらに、その、えー、馬の上手な連中、自分、あの要するに、養精が抜擢した、そういう連中には、不法が多い。これも本当かどうかわかりませんけども、まあ、そういう、まあ、その訃報というのは、実際の、いわゆる我々が考える不法というよりは、まあ、あれでしょうね。 本来なら、養精のそばにこう突き従えるはずのないような身分の低い連中が妖精の周りを囲うようになっていったと。馬がうまいというだけでこう抜てきされた。そういうことに関する軍心の不満が高まった可能性があり、これはまあ、いわば天皇に要求されるレギティミテートなわけですね。その問題、 を考えれば、まあ、要税の話、まあ、確かに大げさになってるのは事実です。だからこ、この話はまあ、わからんではないん。まあ、あの、要税が足を救われたのは事実であろうと。これを全部否定しちゃっても別にまあ、それはそれで問題ないんですけども、それとはもう、議論としては、もう、要税ていうのそうう話って全部嘘じゃない。嘘の可能性あるじゃないと。これをまともに取えるのはおかしいよという話であって、 いや、実は過失じゃないかとか、いや、少年らしい乱暴、乱暴性じゃない、微笑ましい乱暴性じゃないかというような話で処理すると、話はどっちつかずにるんじゃないかなと、はちょっと考えちゃうんですよね。残業8年以降、養生が生命儀式にかかった形跡はない。その年の2月には病気の自発退位を,を経て、養生は長き、えー、上皇生活に入っていくわけですが、養生が退位させられたのは、 私の、この、えー、日本三大実力とか、この倉本氏の本とかを読んだイメージでは、陽勢天皇、これ、首になるよね。というのが私の実は意見です。これは <laughs>、引きずり下ろすべきでしょ、うと。こいつはあかんやろ、と。狂人だとか、暴虐だとか言うほどひどい話ではないんで、まあそういう意味では、基本的には孔子と元常。 でそういうデリケートな時に逆なんですかもしれませんよね。そういうデリケートな状態でこう養成天皇のにはプレッシャーが講師からのプレッシャー元常からのプレッシャーぶわーある中でまた17歳ですからまああの今のあの年齢で言ったら中3ぐらいですから多感な少年がなんかそんなプレッシャーの中にこう掘り込まれたらそはまあちょっとぐらい息抜きであの馬とか飼いたくなるよねと。 ごとちみ天皇だって子供、皇太時代に鳥を一を決めこうて、あの、ごはのってんのに、そんな、これ、これくだらないなんない言うて言われてるけども、ぐちゃーってきり、あの、切れたくなりますわな、とは思いますけども、こういうところで天皇って大変だよね、という感じがしますね。 というわけで養成との人物像と対について私の意見は養成天皇の対は一義的には元常と孝子の対決に対立に巻き込まれたんだけども養成天皇は脇があのパルスイート並みに甘いというのが私の意見です孝子と元常って義父さんの養子になってた人たちですよねそうですね義父さん子供が明らけいしかいないから よしみの方を後継者にするってね、吉んが考えてたって書いてありましたね、一だと。書いてありましたね。本当かどうか分かりませんけども。まあ、ただあの、とりあえず元常がこのライバルのよしみを完全に排除して、自分が、えー、この藤原ホッケーの権力を独り占めできるような状態じゃなかったんでしょうね。うん、やっぱり兄弟ではあれなんでしょうね、難しいでしょうね、国元の関係。 ああなるほどね、親子じゃないからね。うんあの、うまくいったのは道長と、あれで道、あれは道長が弟で、可愛い弟やったからでしょうね。大当時だいぶ年離れていたからか。戦士さんとそうそうそう。あるいは、選手が弟を引き立ててやったというパターンですね。そうですね。兄と妹というのは、妹が兄ちゃんなんやとっていうことがあるわけですね。<laughs> そうでしょうね。 兄貴からしても、妹がでかい奴らしやがってみたいな、うん、国 <laughs> もやから言うて。お姉ちゃんやったら、あの、うまくいくんだけども、その辺は、あの、伊勢総勢とい、あの、北方の関係だもんかな。この、元常と、講師。これ、講師ね、なんて呼ぶんかでね、普通高い子で呼ぶんでしょ、うん、普通高い子が多いですね。本郷先生が、高い子って、証拠どこにあるんや、でね、 私は高いこと呼ぶぞうって書いてましたけどね、どっかで。<laughs> 高いこと、そうなんすルビーがあったら見せてみ、とか言って。どうなんでしょうね。あまあ、たぶ本郷先生の意が多分ないんだよねな。<laughs> で、この講師さんと元常、ね、とは対立してたのは確実なんでしょうね。何で対立してたのかちょっとして。 りてたかと,にともかくとして、まあ、元常にとって高い子と養生の関係っつうのは自分の思い出にならないあれでまあもともと私的なもつれもあったんかねとかいろいろ思いますけどね元常からすると要するにあの高い子がもうちょっとあの従順でやってくれたらとかね <laughs> あったのかもしれません。 天皇を保護して、天皇権力を強くしようとしたんだと。書いてましたね、天皇神聖を目指したんだって、うんなるほどと。国母と天皇の関係を中心に、この朝廷運営をしようとしたという感じなんでしょうね。それはあるやろうな。大天門の縁という漫画ではない,、はい。 講師さんが、有ア原ア成弘と若い時書き落ちしたって話が出てきて、あそこに、転居があるんですね。ええかな漫画ではなくて。ああ、伊勢物語とかね、と <laughs>、うん。伊勢 <laughs> 物語に書いてある話なんかと。うん、うん。それと有ア原ア成弘って、平成の子供やけど、意外と簡易高くないなと。と。そうですね。有原家って結局、苦が一人じゃなかったですもんね、あれ。だからその漫画ではね、その頃から、 講師さんは、私は人形かと、吉草とか元常がね、私を人形扱いしてね、適当なことしやがってと。アンパああ、なるほど。でまあ、元常としては、講師がちゃんと藤原家のために作さん会いということなんですね。そういうことでしょうね。ここまでこれ、立場微妙ですね。天皇系 の一員ですもんね。もう嫁いでしまったらそうなんですよ。実家の味方するか、嫁ぎ先の天皇家の味方するか、い,いのは。うん、難しいところでね。えー、まあ、基本的には、あの藤原氏と天皇家は、まあ、割合一体化している。この辺が一体化してる、以上。 なんかの表紙にれはまあ、あの、難しい判断を迫ることもあるやろうし、特に、あの、まあ、よく、よくのこの、妖精の権力を、こう、上げようとすると、こちらが、この妖精の養育に、この吉封が女を与えてダメにしたので、高い子はそれを拒否してようとしたというのは、まあ、いわゆる、清和に対する影響力、 同じ元ことを養生に対してやらせない。養税を立派な天皇として育てたいという、そういう孔子の見方と、それに対して、いや、天皇なんてこんなもん別にそんな、いわゆる勉強とか立派な君主としての,あの、どうでもええねんというような元綱だったのかな <laughs> どうも、そんわからないですけどね。いや、元綱だって別に天皇がアホでいいと思ってるいけない、多分ないだろうし、吉伏、元綱にしても。 清和天皇子供多いですけど、あれ、義んがいっぱい、を持たせたせんですかなんかそんな感じですね、女職に溺れただろうから。から子供がたくさん多いのは、うん、い,いい子だと思うんですけどね、あの笹川天皇って子供バカかみたいに作ってるし、それはそれでええ子だと思うんですけどね、うん、あの子供吉義のりなんて15人子供もったのに、結局生き残った3人なんかでないから、ね。<laughs> 道長の辺になると多くないですね。 逆に藤原氏の方からしたらそんなにあちこちにあの陰性期の天皇みたいなあちこちに子供を作れたらそれはそれで困るんだ。<laughs> ちゃんとコントロールしないと。その辺のバランスでしょうね。吉封さんの時と元築で、その辺ちょっとバランスが変わってきたのかもしれない。養生は実はあの在中にはあの時代ないですからね。寄り道と少子なんて。 五一条の妃は医師一人だって、なことしたから男の子生まれへんかって、五一条のとこで切れてしまってね。の <laughs> りみちさんがおるから嫌やったのな。<laughs> あ、そうか。のりみちとえいみの関係がもう万全やったらええんやけど。いや、考えたら色々あるなと思ってね。妃一人にしときゃ外籍取られる心配は絶対ない。確かにそうやと。 うん、でもそれやと子供が少ないからワンチャイになってしまうし、うん、実際ご一条男の子できませんでしたからねうんこれほんま運ですよねコメントの本を見たいと思います元常と耕治が対立してたっていうのはまあこれはほぼ世論先生はそういうとこまあそうなんでしょう <laughs> 私は資料だけじゃないんであの何ともあれですが道長と 源明子の関係を取り持った。これ誰でしたっけオーバーに出てきて、あ、戦士、戦士、戦士。戦士の話ね。うん。あの、このヨーバーって、長井美智子さんの小説よくできてますね。全部書いてあるわ、と。来年あ<ー>こ,れこれでやればもう、原作で、よないこのヨーバーにすればきっち,ちっと対河になるのに、<laughs> <laughs> 紫式部は出てこないかな、あまり。出てこないですね。杉本苑子さんの紫式部の小説があって、こうてきたけど、<laughs> まだ読んでませんけど。ああ<ー>、うん。本郷先生が監修している「横転の門」コミックでは、藤原貴子と読ませています。そうなんです。で、その解説のところ、ね、あで、本郷先生が、私は横転の門に貴子とルピーを振っているが、 高い子やという人がおるけど高い子やってそれ証拠あるんかと指 <laughs> <laughs> してみろと書いてましたねルビーで悩むんですよねいろいろなルビーが書いてあってどれを取ろうかなとか証拠あるんかなとか <laughs> いろいろあっていやそこで私はもうあのラン先生の時に前の方よくわからんから全部 公私というふうにやったんですよね。ところが、途中で、日野富子も日野富士と読むのかと思って。あ、そうですね。<laughs> 全部、元に全部、何個一生懸命でっち上げて、その、ほんまにそう言たんかと言われたら、すまんへん、ウィキペディアですと。<laughs> <laughs> そういうレベルですよ。難しいもんですよ、これ。 でも本郷先生が高い工程書いても資料あるんか言うて言って、名義って言うのが多分ないんでしょうね。女性は結婚した家に同化してしまうことも多い、篤姫は徳川家を一人で守り通したようですしと。やっぱりねあの時代にとも違う、時代によってまず違うし、割合、嫁いでも自分の独立た経済基盤を持ってるケースは多いですよね。 表子なんか、あくまでも藤原家の、石関係の道長お父さんのためにって感じしますけどね、生き方。うん、逆に、この、吉草の妹の純子信子、この二人は、戦ってますね。セーバーのね、どっちが影響力持つかで、うん、次ので。 天皇が本当に殺してないとすると、いくらなんでもここまで足ざに書か,かれなかったのではないかと。うーんだからまあと、同時代のあれでは、まああの、とりあえず宮中で殴り殺されたとあるだけで、別に、書いいてないですよね倉本さん的に言うと、結局、要請を排除したいために足ざに書いたと。 要税というのは、まあ、あの、とりあえずやったことが何であれ、こいつは消さなければならないんで何でもいいんですよね。ということですね。ただ、私のイメージで言うと、いや、用税が直接手下したとか、要税があ,のあいつを殺すと示唆したとか、そういう共同共謀制犯、あるいは主犯、あるいは共犯、重犯でなかったとしても、管理者責任は問われてるよね、というのが私の意見です。 そのへんは、あの要請がその殺人事件にどの程度関与していたかはあの分からないのは事実なんだけども、仮に要請がほぼ能たちだったとしても、これ管理責任問われてるよねという、日本三大実力の書き方、要するに問題は、要請は殺してなくて、宮中天井で撲殺されたことが問題なんですよ。それだけでもうすでに天皇を辞めるべき大問題ではあるんですよね。 けがれれの問題もあるしそういうのが起こるようなあの職場に普通に考えたらあれですよね同僚の殴り合いで人が死ぬような職場に安心して勤められませんよね管理責任ありますね長である以上はそう長である以上は、うん、それ例えばある会社である会社のそれも社長室の入っているこの取締役会で何か殴り殺し殴り合い事件があったとか社長秘書室でな誰か殴り殺された これは社長の責任になりますよね。<laughs> という、うんまあ。社内で起きたのであれば、管理責任は免れないですね。うん。うん、それがなんか、天井じゃなくて、外でなんか飲んでるときに殴り合いで死んだら、それは社長責任問われるのはちょっときついかなと思うけど問題は天井ですからね。これ本社内で起こ、本社内のそれも社長室内で、社長室で起こってることですよね。いわば。総理大臣とか、あの大統領の、 伊藤陵あるいは首相官邸で官邸で起きた事件ですよねこれこれは責任問われます道真の音量が暴れ回って雷が落ちて死にましたよねあ<ー>あある問題だったんまあ大悟天皇が結局病気になったのはそのことでしょうね悩んだらしいですね大悟天皇ね、うん、大悟天皇じゃ自分を責めたんじゃないかな、うん 災害や飢饉でも天皇の不徳が問われたりしますね、そうですね。そうなんですよ。で、宮中で死へ、そういう汚れが生じてしまったこと自体もやっぱり問題だと。で、殺人事件であればそれはなおさらだと。宮中で汚れて、まあ、犬が死んだらそういうレベルじゃないですからね、誰か生き倒れだったとか、宮中であの殴り殺されたという形での死へですからね。これはやっぱり、あの、要税としては、 やめなきゃならん。や,やめて、あのとか。まあ、で、まあ、妖精17歳、ちょっと若いやれやんとか、だからそのなとこ管理責任は講師さんに行くわけですよね。元つね返したら、何してんのんと。おかん何してんのんと。お前のとこ息子むちゃくちゃやんと。そういうで、要するにデリケートな、他講師にしても妖精にしてもデリケートな。 場にいるわけです、ね、元祖父との関係で。そういう時にこんなことやっちゃダメ、それはもう持たないよねと。養生を殺したときに、孝行に持っていくのは、孝子よりも年上でないと、天皇家のトップに立てないんだと。あなるほどなと思いましたね。ねうん、そうなんですよね。わ、まあ、もなるほどなと思って。なんで孝行に行ったんとか、うん、にいるでしょうと思ったんですけど、そうか、逆かと。 なんでこんなあのじいさんばっかりに行くの常世田新納とか高校とか時安新納、常世田さん。それめっちゃ握手は思った。逆なんですよね。私もこれ、なんで時安新納、それから常世田新納って、どこ何考えてんのと思った。これは私、やまかった。<laughs> なるほど。そうか。講師よりも年上でないと、結局長老がトップに立たんと講師に頭が上がらねえんだと。高校なんてねいや、単なる長老ですってね。<laughs> 長老であることに価値があったということなんですね。そうなんですよね。それから今度逆に元常のね、はい、孫がおるんですね。佐渡義信の。ここへ持っていく構想もあったってちらっと書いてありましたけど、うん、ここに持っていったら問題ないっちゃうんですかここ。だから高校がある程度長生きして佐渡義親のが政治的に成長してたら、 いいんでしょうけどもやっぱりこの段階ではまだ多分天皇はある天皇が若すぎると結局周りに取り込まれるで取り込まれてそれが政治勢力化する天皇は完全に政治から始るわけないからとしたら定時親王を、えー、まあ即位させたとして和子さんがあのー、この和子さんのところはなんか何かもしれないけどこの、えー、この人が え、まあ入ってくるんでしょうけども、まあここにもうすでにドッカーンといるゴッドマザーが、ゴッドマザーの影響が <laughs>、ってことでしょうね。で、さっきしもうちょっと大人になってくれてたら、その頃にはゴッドマザーも、の影響力もこうかーってくるし、まあ、あの、もしかしたら40何歩やから、まあなんか間違えたら死んでくれるかもしれんし。形だけ見たらね、元常の娘の 子供でしょ佐々木新郎は。バッチリ解析になるし、国母も、これ、和子さんになるんかなに来るんだから、はいうん、もう講師なんて過去の人だと。で、これで、これでなんでいけないんやと。なんでいけないまあ、難しいですよね。まあ、どうなやっぱり講師を完全に排除しないと、結局、また綱引きになるということなんでしょうかね。一 一応、まあ、佐田時新郎から見たら、外、外宿坊になるんか、こうしたんは。でも、宮廷にもすでに、ドーンと長い間いる、まあ、ゴッドマザーがおるからなんでしょうね。このゴッドマザーをどうやって無力化するのかということを大事に考えると、佐田時新郎よりは源の定めに行っちゃったと。まだマシやったと。戻すのもこれ、一種の書きやと思いますよ。佐田時死ぬときは、まあ、安全牌ではある。 ただ皇子の影響力をがどの程度入ってくるのか未知数。一方、源の定みという人間に要するに一旦天皇家から離れた人間を再び天皇家に持ってくるのっておそらく天皇の権威は大きく損なわれるリスクはあるがいや自分が一から新しくスクラップビルドというそういうあの天秤がかかってんちゃうかなという気がしますけどね。 この定時神皇ってあんまり出てきませんね。定安神皇はね、よく出てきますけどね。ああ<ー>。勢の弟おるんやから、高校は、定安神皇がおるから、自分の子供は、私はワンポイントで、また定安に戻せばいいでしょうと、考えていたというようなことはよくね、読みますけどね、本で。うん。元とつねかしたらそうです、そんなこと言わんといて、定安神皇はまずいでしょうということでしょうね。それだと孔子がまた小雲になるから。そうそう。 それはあかんと。それはあかんと。多分、孝子は逆にそれで巻き込まれやったんでしょうね。自分の息子も逆にそのドロドロの中に巻き込まれていくのを考えて、おそらく宇田も大悟も源にしたんでしょうね。これでも、元ってもごっついギャンブル売ってますね。一回、外政関係、一旦白紙に戻して、もう一回作り直すんやから、そうそうこれ完璧直せるかどうかは分かりませんもんね。んんそうなんですよ。 だから、元にとってはどちらのリスクを取るかなんでしょうね。正しい意味でのリスク。要するに未確定なベネフィ,ベネフィットと、それから未確定な未来にかけたんでしょうね。そったとき死んだったら、まあ、もうすでに出来上がってるけども、逆にこの講師を完全に排除することは難しい。一方、源のすだめに回すと講師の影響力は完全に排除できれば自分も弾き飛んでるわけで。 実際宇田の周辺に摂関家と距離を置いてという動きありましたもんね。でこのあと宇田、大悟、村上とそうやれずねあの、いわゆる演技転略の地という摂関を置かなかった時代が続きますもんね。まあ、結果的に置,置けなかったんであって、別に大悟は村上があのそれを意図したわけではどうもなさそうなんだけども。大吾村上にに、なると関家の上に 戻っていきますね。まあ、ただ、摂関家、摂関を置かれなかった時代と言われるし、まあ、宇田はかなり摂関、えー、家から離れようとしますね。摂関家でも、藤原氏からちゃんと、妃を迎えて、ううん、で、藤原氏のむす、着流の娘が、王子を産めば、そこへ天皇を持っていくというし、まあ、そうした方が、安定しますよね。そうですね。藤原氏のうん。 そうそう、宮廷のトップの、宮廷トップの、あれとね、天皇家がかっちり結び付きゃ。天皇家にとって、藤原家と組んだ方が一番安定するわけだから。